どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 H です。今回は先日投稿した格安 SIM のビッグローブモバイルの解約の動画について、いつもより反響が大きかったので、引き続きビッグローブモバイルについてお話をしていきたいと思います。先日のビッグローブモバイルの解約についてどのように対応したのか、もう少し知りたいという方もいらっしゃったので、詳しくお話をしていきたいと思います。今回はビッグローブモバイルから他社への乗り換え MNP をするために解約した時のやり方のお話をしていきたいと思います。動画を始める前に注意してほしい点があります。まずは基本的にビッグローブモバイルが公式で提示をしている電話での解約方法での実施をお願いします。基本的にビッグローブモバイル専用のダイヤルへ電話をしようとすると、ワン切りのような感じで非常につながりづらいかと思いますが、ビッグローブモバイル唯一の公式な解約方法などで朝一番に電話するなどしてください。それでもつながらない場合は、今回 MNP による解約をすることができた非公式的なやり方を実施していきたいと思います。これはこちらの問い合わせ口を使った非公式的なやり方なので、今後対策を取られる可能性もあるのでご注意ください。また解約までに数日かかる場合があります。私の場合はこちら3日かかっております。まず私が対応したのはビッグローブ公式の問い合わせ口へ問い合わせを実施しました。こちらのサイトは Google の検索バーなどでビッグローブ問い合わせと検索すると 1,2 番目にサイトが表示されるかと思います。今回はこちらのサイトへ入りたいと思います。サイトは概要欄の方にも記載したいと思います。次にこのような画面が出てくるので、今回はこちらの個人のお客様のお問い合わせ、こちらをチェックをします。次のサイトに入るとこのようにウェブからの問い合わせということで、ビッグローブ会員向けに様々な項目があるかと思います。ここのサイトについても概要欄に記載をしたいと思います。ここから今回ビッグローブモバイルを解約を目的とした項目を選びます。ビッグローブモバイルなのでモバイルの接続の申し込み手続き、こちらをチェックします。そしてモバイルの接続の申し込み手続きを選択します。そしてこちら問い合わせを選択します。今回はモバイル接続の申し込み手続きより問い合わせをしましたが、こちらのその他サービス問い合わせより問い合わせをしても問題はないかと思います。ここで事前に準備をすると手続きが早くしやすくなるものがあります。こちらのビッグローブ会員証です。ビッグローブ会員証はビッグローブモバイル契約後にすぐに封書として送られてくるビッグローブの ID などが記載された会員証です。この中のビッグローブ ID はビッグローブのサイトで自分の月額の料金が確認できたり、解約の際にも使いますので、こちらは解約まで紛失しないようにご注意ください。それでは改めて話を戻したいと思います。ここに表示されている必須項目、こちらを記載していきたいと思います。まずはビッグローブ会員の会員の種別、今回はビッグローブ会員であるのでこちらビッグローブ会員を選択します。するとこんな感じでユーザー ID が表示されます。こちらにビッグローブ会員証に記載をされている基本情報のビッグローブ ID、 そして名前、そして回答を希望するメールをそれぞれ記載をします。ここでビッグローブ会員だけどビッグローブ ID が不明な方、そしてビッグローブ会員証をなくしてしまった方は、こちらビッグローブ会員のこちらユーザー ID がわからないを選択してください。すると
ビッグローブが登録されている住所などで ID を探してくるかと思います。そしたらこちら記載ができたら一番下の方に移ります。次にこちらの接続サービス、こちらのモバイル、ビッグローブモバイルを選択します。その後にこちら問い合わせ項目として、私の場合は MNP 解約の電話がつながらない旨を記載し、どのように対処すればいいか記載をしております。実際はもっと事細かに記載をしております。文章は皆さんにお任せします。すべての必須項目を記載したら、こちら入力内容を確認ボタンを押します。そして記載した内容項目を確認し、問題がなければこちらの送信ボタンを押したら終わりです。これで一つの段階は終わりとなります。これを送信するといたずらになるので押せません。実際私は朝方にビッグローブへ問い合わせを実施しましたが、その後夕方頃にビッグローブよりメール返信がありました。その際にビッグローブより電話をしたいとの旨のメールがあり、再びこちらの問い合わせにてメールがあった旨とその時の問い合わせ番号を記載しております。またその時に電話が受け取りできる電話番号とその時間帯を記載しました。その後2日後にビッグローブより電話が届いて、 MNP による解約の旨を伝えております。その際にこちらの以前お話をしたビッグローブの月額200円のベーシックコースの解約も同時に解約する旨を伝えております。これは電話口の方よりベーシックコース解約の提案がありましたが、場合によっては話が出てこない場合もあるので、電話の際に不要であればベーシックコース解約の旨を一緒に伝えた方がいいかと思います。こちらは特に忘れやすいのでご注意ください。ここまで問い合わせを使った方法でのビッグローブモバイルの解約のお話をしましたが、結局解約と他社への乗り換えのための MNP 予約発行までに計3日間かかりました。時間がかかり、かなり手間のいる解約方法となるのでご注意ください。その後こちらの UQ モバイルへ乗り換えをしました。 UQ モバイルまでの乗り換えについては、その後2日ほどで審査完了し、そして通信用の SIM が到着しております。今回はビッグローブモバイルの MNP での解約方法についてのお話をしました。以前にもビッグローブモバイルについてお話をしましたが、解約について手間がかかってしまうものの、キャンペーンによって月額料金を安くすることができたり、 SIM フリーのスマートフォンを安く購入することができたり、さらには一番の特徴でもあるエンタメフリーにて YouTube を無制限に見ることもできます。個人的にはビッグローブモバイルにはもう少し手間のかからない解約方法を考案してほしいと感じます。次回以降は改めてこちらの乗り換え先の UQ モバイルのお話をしていきたいと思います。今回はビッグローブモバイルについてのお話でした。